カール・メディッツは、オーストリアの画家である、風景画や人物画を描いた、象徴主義のスタイルの画家の一人である、ウィーンの商人の家に生まれた、ズノイモのおばの家で育ち、レッツの叔父の商店で見習いをした、画家のフリードリ・ヒホン・アマーリングに、絵の才能を認められて、ウィーン美術アカデミーに入学し、クリスティアン・グリーペン・ケールやフリッツラ・レマンドに学び、その後、ミュンヘンに移り、バグナや、 ゴルツ学び、パリの私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンでも学んだ。多くの芸術家の集まった、バイエルンのダッハウの芸術家村で活動し、1888年に画家のエミリー・ペリカンと知り合い、後に再会し、1891年に結婚した。画家としての成功はなかなか得られず、貧しい生活を送った。1892年に友人から資金支援を受けて、 現ハンガリーのトルチバやイタリアなどで、写生の旅をした。1894年からドレスデンを訪れ、最終的に夫妻で、ドレスデンに住んだ。1900年頃から絵が売れるようになった。風景画や人物画を描き、その作品には、フェルディナント・ホドラーや、ジョバンニ・セガンティーニといった、世紀末芸術の画家の影響が見られるとされる。1902年から1912年の間は、 ウィーンの比較的保守的な美術家集団、ハーゲン文とのメンバーだった。ウィーンやドレスデン、ベルリンの展覧会に出展した。1903年にウィーンで夫妻の個人展覧会を開いた。1908年に妻が亡くなった後は表だった活動を止めた。ドレスデンで亡くなった。ありがとうございます。